アイキス2。はい、ミシンチャンネルのミシンです。てなわけで今回からはアイキス2ひなやルートやっていきたいと思います。はい、ひなやルート、まあもしくは姉妹ルートといった方がいいのかな。いやー、まあとうとうここまで来ましたね、本当にまあね、なんで、ひなルート、あやルートと言っていないのかというとですね、まあこの2人のルートはね、今作なんと、2人まとめてワンルートなんですよはて、どういうことだろうという感じではございますが、まあそういうね、ちょっとね、今ここで深く言うのはちょっとなんとも難しいんですが、まあ俺もね、よく分かってはないんですよ。ただ、今作、2人のルートはまとめてワンセットということになっているということだけは知っているというところでございます。だからね、どういうルートでどういう話で進んでいくのか本当に分かんないからね。まあそれは今までのルートもそうなんですか全然ね、知らずにやっているので、まあまあまあ初見だとそうなるんですけど、でもまあそのね、2人のルートが、まあそれぞれ選択肢のね、ところでもなんかそれぞれひなだけがいたりあやだけがいたりみたいな選択肢もね、あのところどころあったと思うんですが、まあその辺はね、まあいろいろあるんだけど、最後のルートインのところは2人まとめて1セットみたいな感じなの。2人まとめてはなかったのかな。でもなんかルート先のね、進行方向に関しては同じになるっぽいんですよ。ですのでね、まあ今回アイキス2ラストのルートはこのまた2人のルートで締めさせていただけたらなと思いますので、また最後までぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、よし、では初めからやっていきましょう。あら、新入生。はいはい、よし、頑張りましょう。で、まああれですね、本編からですね、また60秒でわかる入学からのレン君。都心部からちょっと離れたところにある有森学園。子供の頃この辺に住んでたレン君は進学をきっかけにこっちに帰ってきた。始業式の日、なんと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 、幼馴染の美少女双子姉妹、あたし三枝あやめとお姉の三枝ひなたと運命的再会。今まで連絡もなくどこに行ってやがったこの野郎。そしてさらに私たちも知らない間にお母さんたちが連絡を取り合ってて、アパートの部屋までお隣さんなんて言っても、あの我慢強いうつり幼馴染が手を出すわけもなく、私たちの知らないところで行き倒れの徳畑巨乳美少女のアン先輩を拾ってたり、足が綺麗で美人の純子先輩にお昼をごちそうになってたりって、テン君さっきから何この状況。無防備なお姉と下着の私と巨乳メイドと生首抱えた純子先輩、そんなこんなでいろいろあって一学期もそろそろ終わっちゃう。ねえレン君、これから何がしたい。さあ、今の60秒もこれで最後ですからね。ではでは、学校でいろいろしたいと言ってスキップさせていただきます。はい、てなわけで、まあ早速最初の選択肢ですが、まあこちらにはね、ひなあやの選択肢はございません。そしてもう右側になんかもうかね、いろいろ色ついてるね。まだまだ行くぜ。はい、てなわけで最初の選択肢のところまでやってまいりました。まあ一番最初のね、選択肢には残念ながら、選択肢が、まあこれ2つ目の場所ですね、2回目の選択シーンでようやく出てくるところなんですが、こちら、ひなとあやどっちもいますので、まあ1個見たら1回もう1回この選択肢に戻ってきて、もう片方の方を選択するという形で進んでいこうかなと思います。あの2人まとめているときはね。で、あの1個しかないとかね、片方しかないときとか、2人一緒のなんかひなあや合体してるやつとかは、まあ、あのそれは普通にそのまま進むんですが、まあですので、こちらまずはそれぞれのルートというか、それぞれの選択肢をまあまあ1個ずつ見ていこうかなと思います。ではでは、じゃあまずはどっちから見ていこうかね。美術室のひなか、教室にいるあやか。じゃあまあ
まあ俺はそうですね、ひなの方から見ようかな。ではでは美術室ひな行ってみましょう。授業中ひなが妙に不機嫌そうな顔をしているなと思った。その様子は帰ってからも変わらず、ひなはずっと怒ったような顔をしているけれども、態度や声色に怒っている様子は全然ない。なあひな。何かな蓮くん。あーちょっと待って、ここは。機嫌の悪そうな顔で手元にある鉛筆をいくつも持って確認しているひな。その様子に俺はここ何日か疑っていたことを確信した。ひな、もしかしなくても目が悪くなっているんじゃないか。俺の指摘にひながピタリと動きを止める。ああほら、言わなくてもレン君なら気づくって言ったでしょ。どうしてわかりましたか。見てればわかる。ここんとこ疲れてるときはしかめ面になってること多かったし。やだ、そんなに私ダメな顔してた。鉛筆を置いて頬に手を当てるひな。横で綾が呆れた様子でため息をつく。だからさ、そろそろいい加減メガネ作ればって言ってたのに。いや確かにそうなんだけど、そういうわけにもいかない事情があったと言いますか。事情って、そもそも視力は入学した後の健康診断で測ったよな。その時はどうだったんだ。すっとひなが目をそらす。それだけでもう言ってるも同然だった。メガネ作らなかった事情ってなんだ。いや、体調とか気分と言いますか、割となくても平気な時は平気だなって感じだったとか、そういう。まあ、まあ、わからなくもないけどね。俺も今はもう目悪すぎてメガネ毎日というか、もう常につけてるけど、0.5 いくくらいの、なんかちょっと微妙なラインの時とかね、なんかまだかけなくてもギリ見えるしなみたいな時って、かけずに過ごしたくなるというか、メガネかけることが鬱陶しいみたいなね、時があったから、まあわからんでもないけど、結局ね、途中でどうしてももう見えないなってなって諦める時が来るよね。そうかもしんないけど、逆に具合悪い時とか、いつもより頭も痛くなってもう無理って転がってたよね。そういえば風邪じゃあないんだろうけど、たまに体調悪い時とかかなり具合悪そうにしてるのも見てた。事情はどうだか知らないけど、とりあえずメガネは必要なら作った方がいいだろう。レン君はそのメガネはありな感じですか、それともあんまりですか。全然ありだよね。だよねって誰に言ってるんだって感じだけど、俺はいいと思うけどな。なんで俺に聞くんだ。メガネかけないでもっと視力悪くなっても知らないぞ。あーいや、例えばコンタクトとかそういうのもありというか。自分で目薬もさせないのにひながコンタクトなんてできるのか。目薬はもうさせます。ひなの向こうで綾がと笑って首を横に振るけれど、それでも別にメガネでいいだろう。もうレン君がメガネでもいいって言うなら。なんで俺がと思ったけれど、事情とかはともかくメガネを作る気になったなら余計なことは言わないでおいた。周りにメガネをかけてる人もおらず、それなら品揃えの良さそうなところがいいだろうということで、次の休みひながメガネを作りに行くのに俺とあやもついてきていた。おお、なんかさ、誰だったっけ、アン先輩のルートの時ってひな割とメガネかけてたけど、それで作りに行ってた話がなんかあったような気がしたけど、それがこれか。なるほどな。こんなところできてたんだな。昔住んでた頃はこんなショッピングモールはなかったと思う。そっか、ここのモールできたのってレン君が引っ越してからだっけ。どうしたの骨。ひなが少し俺たちから離れていた。
メガネ選んでるとこをレン君に見られるの恥ずかしいなーなんて。その言葉の途中からアヤが何言ってんだこいつという遠慮のない顔になっていた。じゃあレン君、お姉のメガネ一緒に選ぼっか。なんでそうなるの？お姉が何を恥ずかしがってるのか大体わかるけど、それならレン君に選んでもらった方がいいでしょ。はい、行くよ。ギャーッと悲鳴を上げるヒナをそのまま引っ張っていくアヤ、容赦ない。悲鳴上げて妹に引っ張られていく方は恥ずかしくないのか。俺は思わずそんなことを思ってしまった。メガネ初めてだからどれがしっくりくるのかよくわからない。いいねこの一枚絵、いいね。今試しにかけていたフレームが重めのメガネを置いてヒナが渋い顔をしていた。そのフレームはお姉がもうちょっと文学少女だったら似合ってたかも。お下げもいいね。ただ確かにちょっと目の目、釣り目ってわけではないけど、なんかねちょっとおっとり目ではないよな。アヤの言う通り髪少し編んだら似合いそう。でもな、お姉の普段の服と合わせるとあんまりかもな。さっきからいくつもメガネを試着していて、ヒナ自身はもう何が似合うのかわからなくなってる様子だった。なあアヤ、ヒナにはこれとかいいんじゃないか。今まで横で見ていてなんとなく方向性は分かった。お、ついにレン君が選んでくれたよ。お姉ちょっとかけてみて。お、ちょっと待ってね。こんな感じ。慣れない様子でメガネをかけたヒナが鏡を見てはにかんでみせる。はい、というわけでレン君チョイスのメガネだとこんな感じですよ。似合うかな。いつもみたいには調子に乗り切れない様子のヒナがクイッとメガネの端に手を当ててポーズをとってみせる。うん、似合うな。やっぱヒナは目元綺麗だからフレームが邪魔しない方がいいな。ヒナがかけたらこうなるだろうと思った通りだったけれど、ヒナは返事もなくポーズを取ったまま固まっている。ああ、お姉が照れて固まってるけど、レン君気づいてないやつだねこれ。アヤはどう思う？俺はこの方向性で探してみていいと思うんだけど。というかお姉かわいいし、もうそれでいいんじゃないかな。ねえレン君。まあな、色も一番合いそうなやつ選んできたし。まあね、レン君のチョイスも良かったけど、何せひなたちゃんはもともとかわいいですから、メガネも似合っちゃうね。そうだな、他のも似合わないわけじゃなかったし、こっちのフレームが太めのとかでも良さそう。おお、どんなメガネが似合うかとヒナの顔を覗き込んだら肩にパンチされた。かわいいヒナタちゃんをじっくり見たいのはわかるけど、ちょっとじっくり見すぎじゃないかな。悪い、あ、いや、ヒナはどんなメガネが似合うか考えるのを割と楽して。あや、ヒナの反対側からあやがパンチをしてくる。レン君、もしかしてメガネお好きですか？服とかの話してる時と食いつきが違うんですが。すごい好きとかじゃなくて、メガネなら似合う似合わないがわかる。来た意味があったなんて思う以前にポスポスと前と後ろからグーで打たれ続けるのだった。ヒナが会計を済ませてる間、俺とアヤは先に店を出ていた。ところでアヤ、ヒナはメガネかけたくなさそうだったけど、なんかあったりしたのか？あ、そっか、まだ分かってない感じか。そっか。いや、選んでる時に似合わないのをつけてるのを見られたくないのかなって思ってたんだけど。それも間違いではないけど、レン君って私とお姉のこと絶対間違えないのに、どうしてそういうとこわかんないのかな。ヒナとアヤを間違えないのとは違う種類の話じゃないのか。それだけ私たちのことちゃんと見てるくせに
なんでわかんないのかなーって。ちなみに理由を教えてくれたりは。教えません、自分で気づいてください。たまに見せるほんとしょうがないなという若干やさぐれた雰囲気で見捨てられたそこは気づこう。そして休み明け、レンのいない作業部屋でのこと。絵を描いている間は日向はメガネをかけていた。日向さん、メガネ作ったのね。作りました。まだずっとかけてるとフラフラするんで、かけたりかけなかったりですけど。最初のうちって慣れるまで結構なんていうの、メガネ酔いというかね、あるよね。俺も度数上げて作り直したりするたびに度数上げすぎるとやっぱちょっとクラッとしたり頭痛くなったりするしね。まあまた今のやつまた 0.5 くらいまで下がってるから作り直さないといけないんだけど、作りに行くのもね時間かかるし、すぐにできないんだよね俺のレンズ。そのうち慣れるってメガネ屋のお姉さん言ってたけどね。今までも時々見えづらそうにしてたけれど、どうして作る気になったの？それはデリケートな理由があるのだろうかと、純子もレンと同じように気を使っていたけれども、こうしてメガネをかけていることにそれほど苦手そうな様子もない。それならと純子は気になって聞いただけなのだけれど。見えづらそうにしてるの、私が怒ってるように見えてたらしくてですね。そうね、最初は機嫌が悪いのかと思っていたけれど。はい、すみませんでした。別にそういうんじゃなかったです。中には本当に機嫌や気分が悪い日もあっただろうけれど、そういうことばかりでなくてよかったと純子は思う。それでまあそのレン君にしかめっ面してるなって思われるよりもメガネの方がいいと思ったと言いますか。ああ、なるほど。そしてあやめがへっと若干やさぐれた様子を見せる。まあ気にしてた当のレン君が割とお姉のメガネに好感触というかベタ褒めだったんで心配しなくてよかったんですけどね。日向がレンに似合うと言われた時のことを思い出して赤くなり、純子はあらと小さくつぶやく。いやでも服とか普段あんな調子なのにメガネの時はちゃんと言うし褒めてくれるって思わなかったし。池永くん、もしかしてメガネ好きなのかしら。あの様子だと嫌いではないと思います。よかったねお姉、私も度の入ってないメガネ作ろうかな。レン君好きそうだし。今までならおしゃれだよねと言っていただろうけれど、レンの反応が良かったこともあって、日向はいいとも悪いとも言えず口をもごもごさせるばかりだった。なるほど。乙女心ってやつなんですかね。まあ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 。そっか。いやね、目が悪くなったなって感じたときは、メガネもしくはコンタクト作った方がいいですよ。いやー、まあ俺コンタクトつけたことないんだけどね。まあてなわけで、一旦これにて、もう一回一日前に戻りますが、今日のところは一旦この辺で、また次回もよろしくね。バイバイ。